こんにちは、ミナのちょこっとスピライフ、チョコスピのお時間です。スピリチュアル癒しサロンヴィーナスドロップのミナがお送りいたします。この番組は暮らしの中にスピリチュアルな考え方を取り入れて毎日を楽しく過ごしていこうという番組です。本日は収録放送のためツイキャスト、 YouTube ライブでのネット配信はございません。この後12時までよろしくお願いします。ではここで一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111、 クレド株式会社まで。プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞、2年連続受賞。電話 098-868-8282。 軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオか、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、みんなのチョコスピ始まりました。今日はですね、なんと神奈川に来てるんです。今日はぜひね、前からゲスト出演していただきたい方がいらっしゃって、はい、神奈川までやってきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご紹介します。スピリチュアルヒーラーのシャスタの風さんです。はい、よろしくお願いします。シャスタさん、今日はよろしくお願いします。シャスタの風です。シャスタの風さんは、まあ、約10年くらい、はい、日本と海外でトレーニングを受けられて、うん、主にヒーリングとか、うん、国内外のリトリートツアーなどを企画されてるんですね。そうですね、はい。まあ、リトリートはどういったところを回られるんですか。リトリートはですね、はい、国内だと、はい、屋久島がメインですね。屋久島は多い時だと年に 2,3 回行ってますけれども、やっぱりこれも宇宙から導かれて、はい、大体私の場合は夢で、はい、夢というか、まあ、そういう意識の中で啓示を受けるんですよね。すごい。で、いろいろあそこに行きなさい、ここに行きなさいっていうメッセージが来て、はい、実際そんなところでそういう場所あるのって調べるとあるんですよ。で、そこに行くとミラクルが起きるっていう、はい、いろんな体験をしているので、国内はメインで屋久島ですね、今は。はい、で、つい最近、壱岐の神様に呼ばれて、はい、それも行ってきたので、またこれも時間があれば、ね、ぜひね、奇跡体験を皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。はい、楽しみです、今日は。海外はシャスタと、うん、はい、セドナで、はい、ハワイとかですね、メインで。ハワイ島とか、田舎が好きなので、はい、いいですね、うん。そんな感じです。そう、シャスタさんと私がね、うん、初めて出会ったのは去年の6月なんですよね。でしたっけ。うん、ですね。あ、うん、あ、まだまだそのくらい、まだそのくらい1年経ってないくらいですよね。うん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 、そっ
かそっか。そう、なんか私がね、はい、あのきっかけはアスタールの、うん、まあ、セッション、あのテリー・サイモンさんがね、そうですね、チャネリングのねセッションされてて、それを受けた時に、うん、もう一昨年かな、2016年で、2016年になりますかね。私もテリー・サイモンさんのアスタールは2016年の、あの調べたら5月でした。あ、私はねその時は10月くらいでした。あ、じゃあさ、うん、一足先にでしたね、うん、そう、その時に私 の、 あのブループリントは何ですかっていう質問したんですよね、うんうん、の地球に来た目的、はいはい、そしたら DNA アクティベーション、まあ他に今までね、いろんなヒーリングもやってきたんですけど、うん、まあ、それももちろんブループリントに入ってるけど、うん、これからは DNA アクティベーションをやっていくことだよって言われて、はいはい、それで DNA アクティベーションって何だろうっていうところからなんか始まって、それでまあね、アスタールからネットでティーチャーを検索してくださいって、うん、言われたんですよ。リアルにネットでって言われたんですよ。はい、ググってくださいって言われて、そう、それ で、うん、で最初にそれ聞いて、うん、で DNA アクティベーションで検索したら、うん、まあね、いろいろ出てくるんですけど、そうですね、うん、どこで習っていいのかわからなくて、うん、それで、うん、どこだろうって、うん、なんかそれだけではピンと来ないなと思っていて、うん、それで次のセッションの時、うん、グループセッションの時に、10月の次、10月の次、春かな、うん、その翌年の春ですね、はい、去年の春かのグループセッションの時に、うん、なんかヒントをくださいって聞いたら、はい、うん、あの美しい女性、ありがとう、美しい女性で、レブリアンヒーリングもしている人、うんうん、でクリスタルとかを扱っていて、うん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 、クリスタルでなんかアクセサリー作ったり、うん、大好きですね、ちょっと販売したりとか、うん、そういうことしてる人って言われたので、うん、またそれで検索を絞っ て、 絞って、うん、そしたら、まあ、2人ぐらい出てきたんですけど、はいはい、もう直感ですぐ、あ、シャスさんのカズさんだなって思って、それから延々、それから初めて、ね、メッセージ送って、うん、やり取りして、うん、それでまずは、ね、24本 DNA アクティベーション自分がね、うん、受けてみようっていうところから、うん、で去年の6月ですよね、はい、初めてお会いして、はい、で2回目もね注目、2回目、はい、2回目が9月かな、はい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 、でしたね、うん、私もね、うん、その、はい、クライアントさんとヒーラーさんの出会いって、はい、うん、不思議だなと思ってたんだけど、やっぱりこの道に入る前に私は自分を癒してもらうためにヒーリングをたくさんこう受けまくってた時代があったんですよ、30代の時にね、はいはい、でその時にそのある方から、はいはい、で、あのクライアントさんとヒーラーさんっていうのはもう光の時代というかね、はい、こっちに地球に降りてくる前にもうすでに魂同士で契約をしているから、もうあるタイミングで、じゃあ何月何日のいついつにここで行きますっていう感じで、もうね、セッションの段取りもだいたいつけてくるって。そうなんですか。なので変な話、私あのブログしか書いてないじゃないですか。そうですよね。あのホームページも作ってないし、お知らせメルマガもしてないしなんだけど、あの宇宙を信頼することにしたんですね。で、じゃあ私にはたくさん魂で契約してきている、はい、まあ、クライアントさんが、うん、私がヒーラーになった暁には、はい、あのいっぱいいるよって言われたから、うん、じゃあそれをちょっと信頼してみようっていうのが一つと、うん、あの面倒くさがり屋なのであれもこれもできないからブログだけやることにして、うん、でシャスタの風に乗せてっていうブログだけやってるんですよ、うん、10年近く、うん、2009年からだからどうだろう、10年うん、10年約10年ですね、うん、でそれでおかげさまで、うん、OL の時代のお給料よりも、はいはい、あの全然ちゃんといいお給料って言ったら変かな、うん、宇宙からちゃんとクライアントさんを通して収入としてこの地球で生きていけるだけの十分なお金をいただいて、素晴らしいですよね、生活もできてるんですけど、やっぱりそれも全部信頼につながって、宇宙がちゃんとこう繋いでくれてるっていう、契約してるクライアントさんが来てくれるっていうのを信頼して今に至るので、なんか皆さんとの出会いもちょっと話がそれたけど、はい、あのもう事前にも決まってる、決まってたんですね、うん、だから多分こう選択していくうちに私に決めましたっ
ていうのももちろん現実世界ではそうなんだけれども、もうすでに決まってたんですね。そう、いや面白い。だからたまにやっぱり沖縄とか北海道、九州から突然携帯開いたら出てきてって言って来られる方がいます。なるほどね、そんな感じの出会いでした。でしたよね、はい、そうそうそう、うん、でなんか本当にねメールのやり取りしていたら、シャッサさんも明日ある好きで、大好きです、スターシードでとかいうことも分かって、でまあこれはもう宇宙にいる時からつながっていたなという、なんかすごいそんな感じがしました、本当に。で再会した時に私も感動して泣いちゃって、そうそうでしたね、そうだそうだ、あのそうでしたね、嬉しかった面白いです、そう、なんかあんまりブログでそんなに大きく写真とかね出されてなかった、なんかね自分を表に出すのが得意じゃないというか好きじゃなかったんですよ、だからこうやって今日映るとか声が出るっていうこと自体も私にとってのすごいチャレンジなんです、ね、それもなんか、まあ、ここに至るにもね OK が自分の中で出る、そうですよね、出て今日に至るのもいろんなことをシンクロもあってっていうことなので、時間があればその辺の ね気づきをお伝えしたいと思います。そういう出会いがあって、そうなんですよね。それで何でしたっけ、そのシンクロの話で、あの この前ね、なんか息にご神事で、ね、そのなんかメッセージがあって行かれて、でその後からなんか、ね、あの考えが変わられて、でまた立て続けに今回のこの私のラジオ出演の話と、もう一つ何かお話が来て、アメリカの先生からね、だからやっぱり2つ同時にこうポンポンと依頼打診というか、なんかそういうオファーが来る時っていうのは、自分がこう露出したく出たくないなってブロックしているところにあえて来るわけですよ、今回みたいに。で結局なんか映っちゃってるじゃないですか。映ってますよ ね、これも人生初なんですけど、そこをチャレンジしなさいっていう宇宙からの導きでも捉えているので、あの皆さんとこうやって出る前に、昨日かな、アメリカの先生とズームを通して、それがなんか YouTube かなんかに載るらしいんですけど、拙い英語とあと日本語を交えて、あのいろいろなんだろうな、その先生から受けたセッションの感想とかをこう画面上で自宅でこう喋るみたいなね。でそれがなんか載っちゃうみたいな。実際私は見てないですけど、まだ、それも体験として今回になりますね。アカシックにはウェブを使って自分を出しなさいっていう風に言われたんですよ、去年の10月に。生まれて初めてアカシックリーディングっていうのを受けさせてもらって、でその時に、私はほらブログしかやってないから、もっといろいろ作りなさいっていうのを見せられてるから、ホームページも作ったり、ブロシャーを作ったりって言われたんだけど、やらないでいたの。はいみたいな。でも結局そうなると、皆さんとかアメリカの先生みたいに、あのこういうのに出てくださいみたいな、もうそうせざるを得ない状況が周りから来るっていう、で息から戻ってきていろんなシンクロがあって、立て続けにお二人からこういう話が来たので、でもこれは宇宙の流れに乗らないと、なんかこの流れを自分のね魂の成長を止めちゃうなと思って思い切ってお受けしたっていう感じなんです。ありがとうございます。とんでもないです、貴重な体験を。こちらこそありがとうございます、そうたまたまね、なんかすごくね、シャッサさんお忙しいのに今日だけ空いてて、そうなんですよ、私も今日が一番タイミング良かったね。あと確定申告でね、今まだまだまだしてて、その時期ですもんね。だから息のお話も本当に去年の7月に、あ、言ってて大丈夫ですか？全然大丈夫です、はい、7月の後半に突然やっぱり寝てるといつも来るんですよ。もういいですね、はっきりした声が聞こえて、息に来なさい。で最初夢というかこう、うつつな中で息ってどこだろうっていうね。で息神社に来なさい。で
神社名まではっきり言われたんですよ。すごい。で、ただしって言われて、2019年の2月が明けてから、はい、だから立春が明けてから、立春が明けてから、で、なんかその瞬間目覚めちゃうわけですよ。で、そんな場所ってどこにあるのって携帯で調べたら長崎、はい、で、もっと調べていったらその神社もある。で、現行の駅にまつわることだったり、九州の方なのでやっぱりいろいろね、神様が降り立った最初の、まあ、いろんな意味のある場所で、はい、2000近く神社がちっちゃい島にあるんですよ。人口2000もあるんですね。そうそうそう、人口はそんな1万5000人だか何人、ちょっと潤いなんですけど、はい、小さい島なのに日本一神社が多いんですよ。そうなんですか。ですごく面白いなと思って調べていくと、はい、出雲大社に10月に神様が集まるじゃないですか、はいはい、あーですね。その前に壱岐にいる龍神たちが日本全国に飛んで、はい、日本に散らばっている神社の神様を龍の背中に乗せて、壱岐の龍脱神神社っていう、龍の蛇の神の神社っていう、はい、そこに集まって、まずだから一斉に壱岐に集まって、そこから出雲大社に行く、そういう場所らしくって、すごい、なんかこれは深い意味があって、ちょっとその壱岐があまりにいろんな人たちが入り込んで、いいもの悪いものの想念がとてもこうよどんでしまっている部分があって、そこの浄化と鎮静と鎮魂とっていうのもまずあるんですけど、あとはもう完全にスサノオノミコト様とクシーナダ姫様の、まあ、スサノオさんの封印が解かれているので、やっと神様の中でハネムーンっていうかね、新婚旅行の意味もあっての壱岐。あ、そうなんですね。だから龍の背中に乗せてスサノオ、まあ、神様をお連れするよって言われていたんだけれども、どの神様なんだろうってずっと分かんなかったんですよ。で、壱岐に行く2月の27、8で行ったんですけど、はい、この時に、この少し前に猫のボランティアをしていて、その方たちからお誘いいただいて行った神社が静岡の辰雄神社っていう龍の尾の神社。じゃあまた龍に関係ある。そう。で、そこに祀られてたのがスサノオ様と奥様のクシーナダ姫様で、そうだったんですか。で、バスツアーだったからバスに乗っていたら龍がブワンって窓から目がけてきたんですよ。で、私実際見える時と、ビジョンでこう、はい、ビジョンで感じる霊視で見える時と、実際肉眼で、見える時とあって、その時は両方だったんですね。で、うわ来たと思って私を覗き込むんですよ。で、そういうのがあって、龍が本当にこう導いてるなと思って行った神社にスサノオ様とクシーナダ姫様だったから、あ、これはこのご夫妻を龍の背中に乗せてお連れするのかなって思ってたんです、はい。そしたら私の宇宙師匠を見て確認したら、それは言わずに確認したの、はい。そしたら、あ、これ神様の新婚旅行みたいな旅だよ、でものすごいお祝いの席だから、赤と白ねって言われて、それでご神事の時は、はい、笑顔共和国の大統領の北田純子先生と壱岐を全部リサーチしてくださった福王さんっていう、そのダブル福がつく名字、ダブル福の神に一緒に導かれて行ったんですけど、壱岐に泊まる場所どうしようってなった時に、そこにね、倉光亭っていう、もう築100年近くの先祖代々あるものすごい旧家があるんですよ、そこに今後移住するっていう方が、たまたま福王さんっていう今回行くメンバーの方のお知り合いで、そこに泊めてもらうっていう感じで、全部うまくまとまっていて、で実際にあと3人ぐらい参加するはずだったのに、みんないろんな事情で来れなくなっちゃった突然。あら、なので当初に決めていたメンバーだけが残ったんですよ。後から参加したいっていう人は全部来れなくなって、
で、あの雨の予報 90% だったのに晴れちゃった。そうやって守られて、最終的に笑えるのが猿田彦神社に行って道開きの神様じゃないですか。でもみんなお手洗い行きたいって我慢していて、で猿田彦神社のお手洗いが改修工事中で行けなかったんです。どうしようって言ってたら、なんかこうなんか作業着来た男性がいて、あ、トイレはねちょっと車で5分ぐらい行くんで、じゃあ案内しますって言って、私たちの車を先導してお手洗いまで連れてってくれたんですよ。でなんとその人が猿田彦神社の宮司さんだった、はい、すごい面白いなので、あの道開きの神様にお手洗い案内してもらって、そこからあの戻ってきて、参拝したっていう、ね、すごい、面白い体験でしたね。でちょっといろいろ深いあのミラクルがあるんだけど、またそれはあの伝えられる時にお伝えしようかなと思っています、うん、わ、なんか日本の神様、この間の先週のゲストの方が日本神話を語る方だったんですよ。そうなんですか。だからすごくいろんな神様が、あの岩手の出身の方じゃなくて、あの方の後に、あ、そうなんですね、この前の、木曜日、あ、そうなんだ、はい、私も岩手出身なので、はい、あの陸前高だったよね。だからもう 3.11 もうすぐまたついてんだけど、あ、岩手連続だとか思っていたんですけど、ね、はい、うん、そうなんですね。そうなんですよ、うん、でもね、日本の神様でまたつながったと思って、そうなんです。まだまだ列をなしていらっしゃるらしいので、壱岐神社、私 あることは知ってたんですけど、同じ、まあ、はい、九州出身なんですけど行ったことない。あ、そうですよね、皆さんね、そうなんですよ、ぜひ行ってみたいなと思いました。壱岐神社も壱岐も全く私ノーマークで、だけど私たちが壱岐に行く直前に堀江門が、1500人ぐらい集めて壱岐でなんかセミナーやってたりとか、あ、そうなんですか。福山雅治さんが YouTube でなんか宣伝してたりしてるみたいですね。なるほど、長崎の方ですもんね、福山さん、ね、そう、初めて長崎だから行きました、そうだったんですね、そうそう、福岡にサロンを持ちのスターシードの方がやっぱり長崎出身の方で、その方がブログで壱岐神社とか紹介されていて、あ、そうなんですか、はい、あそこのね、モンサン、あの日本のモンサンミシェルって言われる、干潮時に、干潮の時だけ2時間ほど道ができて、島を渡って鳥居をくぐってあの参拝できる小島神社があるんですよ。あ、そういうのがあるんですね。そこもスサノオ様、なるほど。で不思議なのは、竜神が動いてるからものすごい冷たい風が白い鳥までは吹くんですよ、だけど入っていって島に渡った途端に全員が感じるんだけど、何かにねこう抱かれるような優しい風に急に変わって太陽が出てきてっていう、あの島に入った瞬間もう全然エネルギー違うので、そうですね、ぜひ行ってみよう。あの小島神社、小さい島の神社、ただ干潮満潮で全然渡れなくなっちゃうので、あのそこだけは事前に調べていくと、ですよね、帰れなくなっちゃうんですね。帰れなくなるし、居心地よくってみんなでもずっといたいわって言ってたんだけど、あ、戻らないと戻れなくなっちゃうよねってなって、そうそうそう、あの、また急いで行ったっていうことがありました。面白い、あそこは光の鳥があの神社の上を舞ってるって言われてるので、ちょうど私たちが行った瞬間だけ鳥が舞うんですよ。うわー、すごい、もう本当に歓迎されてたんですよね。だからちゃんと神に導かれて半年かけて段取りをあの準備をして、いざこの時だって言って行ったんで、ものすごい導かれてたし、あのその前に私どうしても一緒に行く人たちに椿をモチーフにしたものをプレゼントで持っていきたいなと思って、岩手も三陸椿って有名なの で、ね、椿のお菓子とか椿のお茶とかを、あのギフトとして用意してたんですね、そしたら宇宙の師匠から、
行きに行くときはキーワードが椿って言われて、うん、後付けでね、うん、すごい。だからもう事前に椿キャッチしてて、キャッチしてたんですね、うん、でフェリーに乗ったら、うん、目の私たちのフェリーはヴィーナス号って言って、その向かい側にカメリアラインっていう、椿の道にねこうつながるようなカメリアライン、椿の道みたいなフェリーが、大型フェリーがあって、もう出来すぎ本当すごい、もう完全にこう導かれて、うん、で島に渡ると椿だらけだった、赤と白。うわー素敵ですね、うん、いやー素晴らしい。神様に委ねると本当にこういう風に人選ね、人を選ぶ人選からお天気から全部こう変えて、なんだろうな、なんか必然のものとして与えていただけるんだなって。でね、最終的にその全部の神社を月読み神社が最後だったので、全てのご神事を終了して平山旅館さんっていうところに到着したら雨が降り出した。それまでは全然晴れていて、サポートもありますよね、うん、本当にそういうこと。でそう、ご神事する前に前夜に私たちが寝てる間に雨が降って全部清められて、朝スズメの声で目が覚めたら晴れていてっていう、はい、わー素敵。だからこうやってちゃんと流れる流れがね作られるんだなっていう、また私も神様に対する信頼が増しました。信頼が、うん、なるほどね、なんかさっきねちょっと始まる前にお話ししてたら、もともとは奇跡とかをあまり信じない、うん、信じないっていうか信じないっていうことはないけど疑いやすかったんですね。そうそれで、うん、もういろんなそういう高次元の存在が奇跡を見せてくれて、うん、信じることで、そう、うん、それはバシャールからね、あバシャールからバシャールから言われたんですけど、私はなんかこうミラクルが起こってもたまたまだよなとか、ちょっとこれは偶然だよねとか、そうやって片付けちゃうこともあったんですよ、うん、だけど2014年か15年、そのあたりにバシャールの個人セッションを受けた時に、私は結局まあ皆さんと同じスターシードでクリスタルチルドレンで、すごくねこう人を導くリーダー、ティーチャー、ガイドだよって言われてた。でもそういう自分の力っていうのも信じきれなくいたんですよ、受け取りベタだし、はい、うん、でも実際自分が意識することとか、ヒーリングワークすると、奇跡がいろいろ起こって、クライアントさんからすごくこうフィードバックが来るので、あれ私って意外とやれる人とかね、ちょっとそう思ったりもしてたんだけど、いやいやでも私なんてみたいな、こう私がそんな力あるはずないよとか、やっぱ思っちゃうんですよ。シャスタさんでもそうだったんですね。いや私常に自分を信じられない人だったから、そうだったんですね、そうそう。ちょっと今工事中だったんで、そう。そしたらバシャールが、まあ私屋久島に行きますっていう話をしてて、セッションの時にね、ちょうど7月の七夕を見に行きたくって、予約し、まあ、知り合いと一緒に行ったんだけど、その時はプライベートで、屋久島の7月って結構台風が来るんですよ。あそうですか、で足止め食らったりしたんだけど、結局屋久島到着してもザーザー降りで、7月7日の日も雨だったの。でも事前に場所あるから、君は私たち宇宙の存在がミラクルを体験させないとなかなか理解してくれないから、ちゃんとねそれを証明させて君が信じるように奇跡を起こしてあげるって言って、どんなんだろうと思って、その日雨になるだろうけど晴れるからちゃんと満天の星空が見れるよ、流れ星もたくさん見れるだろう、ただし、まあ喋り方はね、ただし、みたいな、ただし、肌寒いから、はい、羽織るものを持っていきたまえ、みたいな、君に満天の夜空の星を見せてあげよう、みたいな、こんな感じで喋るんですよ。バシャールチャネルする人はダリル・アンカだけじゃなくて、はい、何人かいるんで、ね、いらっしゃるでしょうね。で、と思っ
と思って、うんうんうん、実際ねその日も雨だし、うんうんうん、すごい星なんて見れないしみたいな、うんうんうん、でも車に乗ってガイドさんがせっかくだから、うんうん、じゃあ海まで行きましょうって言って、うんうん、雨の中連れてってもらって、うんうん、結局あれも違ったなとか思って、うん、車に乗ってちょっとこう目閉じてたらなんとなくふって 目を覚ましたら、はいはい、あれあの空で光ってるものは何みたいな感じで窓から見えたんですよ、えちょっと待ってって言って、はいはいはい、あの知り合いのガイドさんに、うんうんうん、今雨止んでますかって言ったら、うん、え気づいたって言われて、実は奇跡的に、うん、ヒュッて雨が突然止んじゃって、うん、すごい満天の星空が見えて、流れ星も本当に流れて、すごい、しかも肌寒いから羽織るもの持ってけって言われて、うんうん、一応ウィンドブレーカーみたいなの持ってってたんですよ。実際本当にその天候で持っててよかったなみたいな、でそれ一緒にいたことシェアしてて、いや本当バシャールが言った通りになったねっていう、天候までエレメントまでこうね操作しちゃうみたいな、そういう奇跡をまず体験させてもらって、あの、その奇跡が本当に宇宙は起こせるんだよっていうことを私が心底信頼できない限り、私もね人に伝えられないでしょ、なるほど、ね、っていうことだったんですよ。そうですよね、でそこからもう 100% あの宇宙を信頼し、流れに、まあ、委ねるというか、抗わない、うん、っていう、あの肩の力を抜いて、うん、もう本当にこう流れに乗って生きていく、で自分の直感を一番信頼して生きるっていうことに、あのフォーカスし始めたんですね、生き方として。そこからもうすごい楽ですね。でいっぱいいっぱいだから奇跡が起こる、素晴らしい、だからそういうのをクライアントさんたちにも少しずつこうお伝えしていって、信頼するっていうことを、ね、気づいていただきたいなと思って。なるほどね。いや本当になんか私も、ね、初めてお会いした時から、サスタさんってティーチャー、やっぱりヒーラーたちを導くティーチャーの、ね、役割が現れるんじゃないかなと思って、私も、ね、もそうでしたね、本当にサスタさんのなんか生徒の一人、いや生徒なんてもう今はまだ師匠って思ってついていきたいなみたいな、最初に ね、お会いした時にそんな風に感じたし、ありがとうございます、そんなあの大した人間じゃないんだけどって今まではこう言ってたんだけど、うんうんうん、それ自体も自分が自分をそうやって、あの落とすことっていうこと自体も自分の魂を傷つけるっていうことに気づいたんですね。素晴らしい、そうですよね、だから自分をどんどん褒めるようにしてる、それがいいですよね。なんか日本人ってね、謙遜する文化みたいなのがね、あるけど、あれ良くないですよね。良くないですね。もう受け取り上手になった方が、で自分大好きになって、ね、ですよね、言ってもらった嬉しい言葉、ありがとうって素直に受け取って、それが一番ですよね。私の魂最高輝いてるって言ってると、魂って全部聞いてるから、あの喜ぶんですよ。で喜ぶといろいろワクワクする、またシンクロが宇宙から引き寄せられてって、ありがとうとつながってるんで、宇宙がその周波数があのこうつながると、なんだろう、エネルギーが軽くてワクワクで楽しいから、そういう現象がどんどんまた自分にね引き寄せられてくるので、自分をもう大好き今はなりました。あ、そうなんですね、そうなんかやっぱりね、いろんなこのラジオ始めて、いろんなゲストの方とお話しさせていただいて、やっぱり出てくるのは直感とかね、そうです、ね、直感をやっぱり大事にっていうのと、自分を大事に、自分を愛することとかね、本当にそれだけやってれば本当うまくいくみたいなね、なんかね、うまくい、不思議なんだけどうまくいっちゃうから、やっぱこのまま流れに従おうって感じになっちゃいますね。でやっぱりなんかね、信じやすい人の方が、そう、ね、開運しやすいじゃないですけど、さっきね、ちらっとちょっとあの事前に話してたけど、あの私も福岡のね、博多に笑顔共和国の大統領で副大
純子先生っていう方がいて、はい、笑顔で地球をこうハッピーに変えていくっていう活動を、まあ、30年近くやられてて、その方も無邪気で天真爛漫でもうニコニコ笑顔なのね。でいつも純子先生と話してるのはやっぱり能天気でちょっとバカじゃん、なんだろう、純粋な人っていうのは本当に何かあったとしても必ず宇宙のサポートが入って守られる、だから結局純粋でこの天気の人って変にこうガっていやこうじゃなきゃダメなんですとかないから、そうですよね、そこまでこう行っちゃうとね、能天気に行っちゃうと我が強くなくなっちゃうから、宇宙もこうサポート入れやすくなるらしいし、軽いから波動が、そうですよね、そうピョンピョンピョンってなんか流れるように、そうですよね、やっぱり自分は自分はみたいにガードしちゃってる人はサポート入りにくいですもんね、だから今回も皆さんにお話があった時に来た流れというのは止めずに受け取ろうと思って、一個一個私も気づきですよね。あ、そうですね、そうですね、私も未だにいろんな勉強、やっぱり本当そうですよね、一生勉強する人だから、そうですよね、みんなそうですよね、やっぱり人間としてね生まれてきたら、ね、そう、そっか、まあそういう意味ではね、なんかその、私もねシャスタさんから24本 DNA アクティベーション受けて、すごくなんか変わったんですよね。だってこのラジオのねそうです、パーソナリティも突然ですよね。突然です、あっという間に、あっという間に突然です。そういうこともあったし、本当になんか自分がこうしようとかこうしたいっていうのと全く別のところで、向こうからなんか話とか流れは来るんですよね。それが不思議で、いろんな流れに乗ってればいいのかなっていう。いいんですよ、それで自分が楽しくやれているんだったら、その流れは絶対間違ってないので、間違ってないっていうことですよね。でもね、一個だけ私が自分でこう気に留めているのは、なんか誘われたりとかお話が来ても、心がうってこうね、ハートが縮こまるような、やだみたいな、なる時っていうのは絶対その直感が過去ずっと辿っていくと正しいんですよ。ですよね、なので今そのうってなる時は絶対にやらないって決めてます。ですよね、自分のこの頭で考えることじゃなくてハートが、心がどう感じるかってすごい大事ですよね。大事、アシュタールもそれはね言ってますよね、そうですよね、ハートがどう感じるかね、そう、ハートの、ハートを開いて、ハートの直感に従って、まあ、判断したりとか決めたりとか、そうですよね。でそれもね、なんかやっぱりね、24本受けてもなんかこうね、変わる人と変わらない人がいるみたいなね話もちょっとお聞きしましたけど、やっぱりなんていうのかな、より直感とかね、を信じて進んでる人の方が本当の道に行きやすいみたいなところもあるんでしょうね。ありますね。だから皆さんもヒーラーとしてね活動されていて、私も10年近くヒーラーとして、もう本当たくさんの、なんかこの前計算したら、遠隔の一斉ヒーリングの人数も含めたら、なんかね3万人近いんですよ。でそういう方たちの全員との対話はできないけれども、やっぱりそこでピンポイントでいろんな方たちとお話ししていく中で、すごく一気に変わる人っていうのが素直な人、大事ですね。で私も皆さんもなんかこうちょっと脳天気で素直じゃないですか、結構もうそこが売りかなぐらいの、なんかもう純粋って言ったら、父親にお前純粋っていうのは褒め言葉じゃなくて、騙されやすくてバカだって言われてるんだぞって言われて傷ついたことが昔あったんだけど、今思うと純粋こそ宝というかね、よかった、よかった、ね、昨日のカルマ解除っていうセッションをしていて、たったの1ヶ月で別人のように変わったクライアントさんと電話で話してて、その方が
私がセッションを通しながら、フラワーエッセンスこの人飲んだ方がいいなと思ってそれもおすすめしたんですよ。だから私もレメディとかフラワーエッセンスも自分のセッションでは使わないんだけど、自分で学んでたから、自分の知識としていろいろこうお伝えできちゃうんですよ、はいはい、でこの人に絶対これ飲んだ方がより加速するなっていうポイントでおすすめしたエッセンスがあったのね、はい、それはもうすぐそれを翌日購入して、うん、飲み始めた瞬間から彼女は敏感に変化を感じたらしくて、素晴らしい。で、ちょうど昨日2本飲んだら完了ってメッセージが来たから、あともう1本飲んだ方がいいんじゃないかなって言ったら、2本飲みますって言って、うん、ね、そういう方っていうのは、うん、スピードが速いです。なるほどね、やっぱりね、そっか。で、まあ、24本つながりで24本の DNA ってアメリカのね、ローリー先生って神秘学校の、マザーローリーに下ろされ、1998年ぐらいかな、なんか、そのあたりにセドナのエアポートメサで、ナソル人から降ろされて、で地球のこのアセンションのね、2012年の12月21日と言われるアセンションと言われる時までに地球の人口の 20% を活性しなさいっていう約束で、ナソル人から地球よりだいぶ昔にアセンションした惑星の星の人たちからもたらされた、まあ、ツールなんですけど、アセンションツールなんだけど、これが2012年の8月にね達成したって言って、ちょうど私とかがアメリカでローリー先生のトレーニングを受けている時にそういうご報告があって、おめでとうっていうセレブレーションがあったんですけど、この活性もやっぱり眠っている本来の人の DNA の才能とか可能性っていうのを開いていくので、皆さんで言うと、まあ、ヒーラー の, エネルギーワークはさらに加速してると思いますし、あと24本もねやれるように、自分でもやれるようにセッション取り入れるようになれたし、このパーソナリティもそうじゃないですか。そうですよね。私で言うと、完全な OL の悶々として、どうやって60の定年まで会社にしがみつこうかっていう、そうだったんですね。未来が何も感じられない、淡々と OL しか私には才能ないよねと思って、でも何か変えたくって、こういうヒーリングセッションを受けている時に24を受けて、その4ヶ月後にブログっていうのを周りの人もやってるし、なんか書いてみようかなと思って、楽天ブログ、ヤフーブログやって、全然面白くなくて、アメブロで初めて、わーってこう書けるようになって、このハンドルネームが必要なのってなって、何がいいかなって思ったら、20年前シャスタに導かれて行ってたんですけど、その時の風のエネルギーがすごく綺麗で、シャスタの風にしようって降りてきたんですよ。でそのハンドルネームにしたら、あれよあれよあれよとヒーラーになっちゃったんですよね。だから本来の私のブループリントがヒーラーだったから早かったんですね。早かったんですね。そっか。そんな感じで、だから24の DNA アクティベーションっていうのは、いろんなセッションを私もすごくやってるんだけれども、途絶えることもないんですよ。ああ、なるほど。素晴らしいですね。やっぱりローリー先生から、私は24本の DNA のアクティベーションとご先祖様供養を生涯やり続けるよってアメリカで言われたんですよ。その通りになってます。素晴らしい。いや、おかげでね、私もね、本当に、ね、活性化されて、いや、素晴らしいですよ。ありがとうございます。自分の道を、ね、自分の道を行けるっていうことぐらい、魂にとってワクワクすることはないって思うし、本当そうですよね。自分は何のために生まれてきたんだろうってね、悶々としてた私も過去にいたし、多分多くの人がそういうこうスパイラルの中で悶々としてるんじゃないかなって思うんですよ。
そういう意味では24で自分の使命が目覚めるきっかけにもなるし、そうですね、私はなんか新しいセッションでずっとやってるんですけど、あのその人の魂の計画書を読み解くっていうこともしていて、ソウルディスティニーをお伝えするっていうのもしてるんで、まだ隠れメニューなんですけどね、オープンにまだしかねていて、なんかいろんなことが忙しくってブログに正式に書いてないんだけど、やっぱりそれでももう50人ぐらいやってますね、裏メニューで。じゃあ本当によりね、2つ合わせてやっていくと本当に自分の、いや本当にそう思います、あの自分のこれから生きていくための道っていうのがはっきり分かると、なんかショートカットできるじゃないですか。ですよね、もう無駄なこと省いて、ね、無駄なことに時間費やさなくていいのはね、なんか地球に時間はねあまりないっても言われているし、そうですよね、まあ、私たちが生きてる間は大丈夫だと思うんですけれども、それ自体もまだ分かんないから、ね、分からないですよね、だからね、まあ、私たちもこういう活動ね、なんかラジオで発信したりとか ね、やってるんでしょうね、わ気がついたらもうあと8分になっちゃってる、大変、はいはい、今日なんかね偶然になんか素敵な本が届いたっていうそうなんですよ、あの息にね、ご信じに行ってて、ちょっといろんな事情で、赤のものを羽織らなきゃいけないのにオレンジのコートで行っちゃったんですよ、はい、私そしたらオレンジのコートを落としちゃって、はい、オレンジがなくなっちゃって、結局純子先生の赤のショールを借りて息に行ったっていう、すごいですね、で、そしたら息から戻って博多の純子先生のお家に着いたら、はいはいはい、マンションの掲示板にオレンジのコートが落ちてましたってなってて、はいはい、終わって帰ってきたらコートが見つかるっていうのもすごいですね、すごい偶然、まあ、必然隠されたんでしょうけどね、そうですね、隠されたんですね、そのコートを純子先生から今日届いたんですよ、その中にこの星の、はい、見えるかな、これが星の子物語っていう本が送られてきたということで、熊と森と人っていうこうね、絵本が一緒に入ってたんですよ、ね、はいはいはい、あのスターシードの物語なのね、うんうん、で、はいはいはい、今日明日あるスターシードつながりじゃないですか、うん、そうですね、その中に星の子物語って長谷倉美幸さんが ね、1998年ぐらいに書かれた絵本で、宇宙の子供が、地球ってすごく綺麗に見えるけど、どんな星なんだろうって言って、来たら地球は実はなんかびっくり仰天するような人間のエゴでこう傷ついているっていうところから、この子供がね、この七色のショールの なんか羽衣の一個一個を光の、まあ、種みたいにしてね巻いて、地球の土を変え、海の水を変え、人々の意識を変えみたいにミラクルを起こして宇宙に自分のホームに帰っていくっていうお話なんだけど、素敵な話、もう今売ってるのかどうかね、ちょっと分かんないんですけれども、もし気になる方がいたら長谷倉美幸さん の、ぜひの星の子物語っていうのを検索してみていただいたら、もうね、あの皆さんと会う直前にこれが宅急便で届いたから、バッって見たんだけど、はいはい、もう私号泣しました。うそうなんですね、まさになんか私たちの活動、そうなんです、そのものみたいなことを書かれてる、地球をいい方に変えていこうっていう活動ね、そう、あとね、最後にちょっとこの本だけは読んでほしいなっていうものを持ってきました、はいはいはい、ぜひぜひご紹介お願いします。皆さんご存知の方も多いかもしれないけど、アミ小さな有名ですよね、それから、どれかな、2番目、戻ってきた、はい、戻ってきた亜美ね、で亜美3度目の約束っていう3部作シリーズなんですよ、でこれは子供の目線でおとぎ話のように書かれているんだけれども、実話なんですよ、あ実話なんですね、宇宙にエンリケ・バリオスさんが、はいはい、宇宙人アミと会って全部見てきたことがこの本に童話形式みたいな物語形式で子供が読めるように書かれてます、でもすごい深いです、あのもう全部の心理がここに描かれているので見ていただきたいのと、ここに書かれているのが実は奇跡のリンゴっていうのを世界でね初めて
発表あの作った木村明則さんっていう方、この人も奇跡のリンゴを作ったきっかけが、まあ、10年ぐらいずっと無農薬やるって決めたのにリンゴがならなくって周りからバッシング受けて自殺を考えて山に自殺しに行った時にふと前を見たらたわわになっている木のリンゴがあって、なんでこんな山奥の何もないところにリンゴがなるんだって土を見たら、あの雑草とか腐葉土とか枯葉、あの動物の糞とか昆虫とかそういうのが全部混じってふわふわの土でそこに成長していた。実は農薬とかいろんなものではなく、本来の雑草を生やしたままのそれが全部枯れて土壌になって虫がそれを食べてとか、こう循環でね、本当の宇宙のギフトの土からちゃんと、なんだろう、奇跡のリンゴが取れた。で今世界中公演してたりとかするんですけど、全部ね、この星の子物語の星の子が土を変える魔法もやったんですけど、全部つながってる。つながってるんですね。人間がね、ちょっとこれから自然と共生していかないと、この地球が本当に美しい緑の地球からグレーの星になっちゃうので、そこをこういう本をね、もしよろしかったらぜひ、ね、読んでいただきたいですね。読んでいただきたいです。あと時間となくなった、あと3分、最後にちょっと、告知いいですか。はい、お願いします。今度9月に9月1日から5泊7日でシャスタリトリートをまた開催します。はい、でそのシャスタでは地下都市テロスっていうレムリア人の、桃源郷みたいなところにつながっている場所と直結しているお宅に泊まらせていただきます。すごいですよね。そうで、6名なんですけど、今4席埋まっていて、まだあのブログで告知してないんですけど、あと2席、あと2席あの、ありますので、もしご興味がある方は、シャスタの風の、告知してないからね、問い合わせようがないんですけど、でも雨風呂でシャスタの風って入れたらすぐ出ますよね。でもシャスタリトリートの募集はまだ、じゃ あの直接メッセージいただければ大丈夫です。そうですね、あのもしあの一緒にご興味がある方がいたら、シャスタリトリート9月からご一緒しませんか、ね、っていう、私も行こうかと思っています。本当ですか。いや、さっき、そこで本当に行く、行きたいなと思っていて、あの残席あと2つなんですよ。残席2つなんですか。残席2名で、もし皆さんが本当に行くんであれば、本当は借りて行きたいなっていう人が2人いているんだけど、その人たちは仕事の都合とか家庭の事情ではっきり言えないから、まだ申し込みできないって言ってたから、そうなるともう早いもの順なんです。じゃあ行きます、行きますとか言ってここで言っちゃった。でもね、2019年シャスタ、あの完全なミラクルが起こるので、ですよね、あの皆さんが行くってなると残席1名になります。なので、もし本当に一緒にあの、ね、シャスタの風と一緒にミラクルを体験したい方、絶対ミラクル起きるので、泊まる場所もすごいすごいですよね、はい、そんなところ泊まれないですもんね。泊まれないです、なかなかね。で、あの全部込み込み、食事も込みで、29万ぐらいなんですね。ただ飛行機代は別途かかっちゃうんですけど、一応あのカード決済も OK にしようとは思っているので、なんかもしご興味がある方がいたらですね、ぜひぜひ、あのぜひご検討ください、じゃあ皆さんと本当にシャスタ、ミラクル体験に、前にね、その話聞いてた時から気にはなっていたんですよね、でまた今日その話出たっていうことは、なんか今2人ともいろんなことが展開が早いから、そうですね、あの絶対導きだと思います。導きですね、だと思います。私も今日ね、アシュタールも来てるはずだし、そうアシュタールも来てるし、いろんな存在が、いろんな存在が来てる、龍も来てるしね、今日は、ですね、なのであの本当にこの龍の背中に乗って、白龍なんですよね。ああ、そうなんですね。で、それはアシュタールにも言われてるし、ああ、そうなんですね。なので龍の背中に乗って、日本の富士山とシャスタってもつながってるので、ね、あのピュンってピュンって行きましょう。行きましょう。はい、秋だからね、まだ、どうにかなる。で、お支払いもあのギリギリまで待ってくれるみたいな。あ、そうなんですね。そうなんです。
いやなんかもうあっという間でした ね、時間もなんかたくさんおしゃべりしたいことも話したいことたくさんホワイトライオンのこととかねでしたよね、うん、そっかホワイトライオンのこともねサッサさんのブログから あとで私フェイスブックで流しますいいですかはいあ、なっちゃったじゃあ皆さん今日ははい、はい、ありがとうございました。ゲストはシャスタの風さんでした。ありがとうございました。